はい、半幕の本家の半間岩先生です。人間の上の生物であるということを話しておりますけど、本物の貴族、私だけですね、地球上でね。人間のノーベル賞でも、博士号でも、一番人間で優秀な人よりかですね、はですね、私の能力の1000分の1も落ちます。ということでね、人間というのは完全なる無能生物なんですよね。で、ただテレパシーで情報を教えると難しいものでも作ったり話したりできます。教わればね、アランさんみたいにそのまま本人がね、離婚のように話せます、ね。で、人間というのは全て宇宙生物に、人間よりか上の知能の強い力の、上の知能あるもの、まあ力強いんで支配されてます。で、人間の場合は、完璧に活動はね、宇宙支配されてる宇宙生物の 動き以外活動できません。というのは人間たちだけでは生きることができないんですね。人間たちの活動では生きることはできないですね。だから人間よりか頭のいい宇宙生物に支配されてる上の生物に従って動くんですけれども、悪い生物と、良い生物が2ついます。人間よりか知能が高くて人間を支配する生物には悪いのといいの、2通りあります。それでね、それで人間がマスコミだろうとその悪い生物にね、長く動く活動するようだと聞いてね、これはどんどんそういう二度とそのやったことまではまたします、悪いことをします。ですのでそういうふうなチームになります。で、あまり多いと死刑にもなるわけですね。それが犯罪者ですね。ということでね、で、その上の生物、人間よりかは上の生物は強いですから、悪い生物も強いんで、除外してもね、正しい方の宇宙生物が除外しても除外しきれなくて生きる道を有しちゃうんですね、するんですね、悪い生物はね。だからそういう活動を、悪い上の活動者がこうね、資金を地球上で動かすようにするんで、なかなか捕まえられないわけですね。だけども一度その宇宙の悪い生物ね、テレパシーで聞く話に乗ってその活動をすれば、ちょっと周りとは違ってきますね。ということですね。そういう活動、悪い活動を阻止できるかできないかは宇宙全体のね、良い生物が取り仕切るかね、ということなんですね。で、人間は活動は全て人間の意思では無能なんで、上の生物の話を聞かなければ生きることはできませんから、必ず上の生物、いい悪いは両方はいるんですけど、それを聞いて生活、活動、社会でね、会社でね、動いてます。人間だけの意思だと無能ですので、全部マイナスになってきますからね、活動しますね。そういうことですね。で、私は上の生物なんで宇宙生物に支配されてません。この辺でね、大きく差があるわけですね、人間と上の生物の私とね、ということをちょっとお教えしたいですね。ちょっと今うるさくなったんでね、シグナルの方で、ね、すいませんね、また記録し